俺は岩を切ったんだ。え、どんな岩かって？ああ、これじゃなくてこれだよ。どうも皆さん、サローかげまるです。さあ今日はですね、前回鬼滅の刃よりサビトをね紹介したので、じゃあ今回は誰を作るのと言ったら、まあね、サビトといえばという感じですが、まあ、前回最後にも言いましたマコモちゃんをね、服を作ったので紹介していこうかなと思います。まあもちろんこちらもね、ネタバレありというか、まあただ一応アニメでもやってるので、まあアニメか漫画どっちか見てる人じゃないと多分この動画見てないと思うので、まあ別にベラベラ喋りますけれども、まあまこもちゃんもね、まあ登場回数だけで言えばそこまで多くはない。サビトと同じような感じなんですけれども、しかし、結構まああんま隠れてないけど、結構人気キャラクターですよね。うん。まあシンプルに可愛らしいっていうのもあるけれども、どこかなんかミステリアスな感じ。なんだけど、すごいなんか、剣の教えたり、ね、なんていうのかな、その、良くない部分をこう直してくれたりとかしたじゃないですか、炭治郎の。なんか意外と教えるのが上手かったりとか、世話焼きさんだったりとか、まあなんかいろんな特徴があって、すごいね、人気のキャラクターだと思うんですが、まあ、サビトとセットでね、よく描かれることが多いということで、今回はね、立て続けに紹介しようかなと思います。ということで、じゃあ早速見ていきましょう。はい、ということで着替えてきました。まあ、髪型はね、もう例によって近い髪型を選んできたんですが、まあ、こんなね、まこもちゃん結構外羽が結構強めにかかってる子なんですよ。特に後ろの方とか、髪の毛が。だからこんなウェーブ巻いたふわふわ髪じゃないんですけれども、まあね、ストレートアイロン使ったと思ってください。まこもちゃんが。ちょっとね、思春期入ってね、ストレートアイロン使ったと思ってください。ということで、じゃあ見ていきましょう。こちらです。まあ、すでに後ろ姿からあったと思うんですが、どうでしょう？今回かなり再現ね、もうバッチリだと思います。もうね、最近はね、ワイシャツのこのが、なんかちょっと浮いて見えるなーとかもあんま気にしなくなってきました。割と光に当たったらね、わかんない。てか、遠面に見たらね、ワイシャツのね、線とかね、わかんない。でもできたらなくしてほしい。任天堂さん。ありとなし選べるようにしてください。お願いします。ということで、まあね、いつもの通り、狐のお面のね、まあこの、なんていうのか、色はちょっと違いますけれどもね。まこもちゃんのはもうちょっと質素なね、感じだと思うんですけども、まあ、そこはちょっと再現できないということで。どうでしょう？一応ね、同じ草履も。子は草履、素足に草履だったと思うんでね、一応草履履いてきました。可愛くないですか？今回俺ぶっちゃけもう火の打ちどころがない完璧な再現だと思うんですけど、どうでしょう？このね、お花の柄がね、すごい難しかったの。服の。だから本当はね、花ね、こう、花びらが5枚ついてるタイプなんだけど、これちょっとね、よく見るとわかるんだけどね、こう4枚になっちゃってるんだよね。でも、花っていうのは多分わかると思うんだよ、これ。まあ、特にドット絵とかでアップで見てみるとよりわかると思うんですが、相当頑張りました。これはね、もう、いい塩梅、なんていうかな、このゲーム内で再現できる限界までいけたと思うので、ちょっとよかったら、見ていってください。ということで紹介していきましょう。はい、こちらですね。てかさ、俺最近思ったんだけど、この上のこの2列のさ、合計10個のこのテンプレートみたいな最初からあるやつあるじゃないですか。こんな絶対俺着ないのよ。なのになぜか俺これわざわざ取っといてあるから、もうあとね、下がね、2、3列しかないんですよ。で、これ以上スクロールできなくてなんでかっていうと、もう次回以降のネタが下にもう全部あるのよね。あ、そうだ。てか、せっかくコメントにみんないつもリクエスト書いてもらってるんで、ちょっとここでこれから先作る、てかもう作ってあるやつ、紹介、というかまあ一応名前だけ言っときますか。まあ1年後とかね、何ヶ月後とかにこの動画見つけてくれた人にはもう関係ないと思うんですけど、多分全部動画出てるんで、まあ明日、明後日ぐらいに出る動画のネタをちょっとじゃあ一応言っときますね。あ、一応名前だけでもネタバレになっちゃうので、まだアニメ勢の人多分知らない名前出てくると思うんですよ。なので、ちょっとそういう方々はちょっと飛ばしてください。いきますよ。産屋敷かがや様、親方様ね、作ったでしょ。で、品津川玄也、実美の弟ね、作ったでしょ。で、頼一、次国頼一と、次国、道勝、まあ、つまり国志望だね。作りました。頼一と国志望と玄也に関しては、顔のあざまで作りましたんで、お楽しみに。ということで、そのキャラ以外で鬼滅、および鬼滅以外でも全然構いませんので、アニメキャラクターでね、リクエストあったら、まだまだ書いてください。ということで、すいません、前置きが長くなりました。あごもの服書き換えるで見ていきましょう。口がもにゃもにゃでしたね。トップスからコートを選んであげてください。スカートというか、まあ、ちょっと竹的にね、その、なんていうか、女の子っぽい竹を、この再現するために、みつりちゃんの時とかと同じ感じでね、コート使ってます。さあ、どうでしょう？めっちゃ可愛くないですか？これ。完璧だと思うんですけど。ということで、見ていきましょう。今回も結構使った色多いですね。まずこの、全体のこの、なんていうのかな？これなんて言ってんだ？ベスト、まあ、ベストみたいな形してるんですけど、ベストっていうのちょっと違うよな。なんだろう。まあ、なんか上着でいいか、上着。うん、上着ですね。この上着全体の色がまずこれね。で、上着全体にこの、襟とか、襟っていうかなんていうのかな？この境目のところをね、わかりやすくするための、ちょっと濃いめの、この色を濃くした感じのやつが、これですね。これ。で、あとこの花柄の着物の、全体のピンクと、このお花の真ん中の色と、お花のこの周りの花びらの色という感じですね。ちょっとこの辺の色がちょっとバラバラで申し訳ない。紹介するときはちゃんと見やすくします。で、この花びらの真ん中の色と、この散ってる花びらの柄が、同じ色ですね。で、あとは、この腹巻きじゃないですね。ごめんなさいね。帯ですね。帯がこのなんか納豆の、藁みたいな色2種類ですね。納豆の余計でしたね。藁みたいな色、この2種類ですね。が、使った色ですね、すべて。ということで、紹介していこうかなと思います。はい。じゃあ、まず、外側のこの羽織の、上着ですね。の色、紹介していきます。まず、この全体の色が、色合いの右から、1、2、3、4、5、6、7、8番目ぐらいの、この紫と青の中間の子ですね。で、鮮やかさが左から3番目で、明るさが左から5番目。まあ、この辺はね、僕が使っている色と合わせてもらえれば多分ほぼ完全にいい感じになるかなと思います。で、すいません。ちょっとパレットで離れてるんですが、これに線を引いてる色が、これですね。色合いは何でも大丈夫です。鮮やかさも何でも大丈夫です。これは黒を薄めにした色ですね。はい。そしたら次、花柄のこの着物の全体の色、全体のピンクですね。色合いは一番左、もうザ赤って感じの赤ですね。を、鮮やかさを落として、鮮やかさが真ん中、ちょうど真ん中ぐらいですね。で、薄いちょうどいい感じのね、このピンクになるんですよね。この紅生姜みたいな色。僕、紅生姜苦手なんですけど。で、明るさは一番右と。これでね、ちょっと薄めの紅生姜みたいな色になりますね。もうちょっと紅生姜が好きな方は、この辺をちょっと赤くしてあげると、より紅生姜によるかなと思いますが、まこもちゃんからは離れます。なので、まあ、この辺にしてあげてください。はい、次は、花びらの色ですね。濃い方の、二つ花に使ってる色の濃い方の色ですね。色合いは全く同じ、一番左の赤で、鮮やかさが左から6番目。真ん中が0個左ですね。さっきのピンクが0個左にしてます。で、明るさは変わらず。はい、じゃあ次は、花びらのこの真ん中のところの色とか、あとはこのなんか周りの点々、まあ、散ってる花びらみたいな柄になってるんですけど、原作だとね、まこもちゃんの本物だと、みたいな感じのところの色。色合いは同じく一番左の赤。鮮やかさを左から4番目。明るさは変わらずずっと右ですね。という感じで、鮮やかさを調節するだけで3つともそれぞれのピンクね、出せるのでよかったら、皆さん試してみてください。そしたら次はこの、腹巻きじゃなくてごめんなさい。なんで腹巻きって言っちゃうんだろう。あれですね、帯、いきましょう。帯もね、色すげえ作り方簡単です。色は左から4番目。これはこっちも変わらないです。もうこうやって今、こうやってちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、もう明るさ変えただけなんですよ。めっちゃ簡単ですね。色合い、まず薄い方が左から4番目のオレンジ。鮮やかさど真ん中。明るさ右から3番目。で、影を入れてる濃い方がこっち。色合いは左から4番目。同じ。鮮やかさ真ん中。同じ。明るさが右から5番目ですね。ちょっと比較しましょうか。こっちが薄い方の黄土色。明るさが右から3番目の状態ですね。で、こっち濃い方。右から5番目に明るさを変えただけですね。2個ずらしただけです。こっち薄い方で、こっち濃い方。いや、わかりやすい。はい。で、いつも通りちょっとね、スライドショーに行きたいんですが、その前にちょっと1個だけいつもあんま話さないんですけど、こういうことをよく言わせてください。本当はね、まこもちゃんのこの花柄の着物だったら、この辺にね、例えばいつもだったら僕、これ今日使ってないのにこれ、ここにあると思うんですけど、この色。このちょっと濃いめのピンク。これ本当はこんな感じでね、例えばこうやってやって、襟っぽくして、襟っていうかなんていうの、この境目っぽくして、これを例えばこうやって斜めに入れてね、この着物っぽい、この、折り込みみたいな感じを作ろうと思ったんですけど、これ左で見てもらったら分かる通り、この襟の浮きの感じのせいで、もう全く意味わかんない感じになるんですよ、これ。なんか何がどうなってるのか全然見えないんですよね。なので、今回は特例としてこれなしにしました。だからこのちょっと濃いめに作った暗めのピンク、これ作ったのに結局使ってない理由はそれです。ということで、ちょっとパレットが壊れたんで読み込み直してスライドショーします。はい、ということでいかがだったでしょうか。よし、じゃあここに飾ろう。いやー、ついに、まあ、地下室に来てから、ね、まあ、すぐなんですけれども、3列目に入りますね。ハンガーで。よいしょ。お、ちゃんと行ったね、今回は。3人目の下に行ったな。さあ、ということで、いやー、ついに3列目。あと入るの9だな。あ、待って。すげえ。これ草履だとちゃんとこういう音するんだ、ショート。かわいいやないごめんなさいね、ちょっとこういうゲームのこういう細かいとこすごい好きなんでちょっと気づいちゃいました。ということでじゃあ、続けてね、ID も発行しにこのまま行きましょうか。はい、ということで、じゃあ、まごもちゃんの服、投稿します。よいしょ。そうすると、はい、ということで、作品 ID、MO-2B3R-4TDL-YD。79ということでね、最後の9は、英語の9です。皆さんぜひとも、やってみてください。でね、Nintendo Switch Online 加入してない方は先ほどご覧いただいたね、作り方を、見ながらやっていただけたらなと思います。ということで今回はここまで。面白かった、真似したいな、ダウンロードしたいな、というかまあしたよっていう方々はね、ぜひともチャンネル登録して、通知オンにして、Twitter や Instagram などのフォロー、コメント、動画のコメントやね、高評価もお願いいたします。ということでまた次回お会いしましょう。次回は先ほど言った通りね、原野を紹介しようかなと思います。バイバーイ。